皆さんよろしくお願いいたします。カム君こんにちは。オードリー・シンのペア展望気になりますね。米国ペアの女性は今やアジア系が多くなってきていますね。ということで、もうすぐモントリーオール・ワールド、恒例のいつも当たらない順位予想をしてみました。今回はペアと女子編です。ミリの数字はサイドバイ、すみません、SB または参考スコアですね。ペア、リクデューが224.16で、2位がステデシ214.64、そして、 えー、ミネルバ、すみません、これは、えっと、ミネルバと、えー、ニキータ、ハセボロですね、206.43で、えー、そしてサラニッコロが205.83、えー、メテーベルが202.11で、6位、エミリーちゃんとスペンサー・アキラ、201.11、うん、そして、えー、ベッカリと、えーと、そうですね、マッテオが199.19 19、そしてリア・トレントですね、 194.67。マリアとアレクセイ、ハンガリー、194.02。この組、気になりますね。そして、10位が、アニッカ、これ、ホックホッケ君ですね。191.76で、11位がエ、エリダニ、187.28。エリダニ、気になりますね。そして、12位が、チェンとレイ。チェン、ペンとレイ、ウェン。186.16。この組は、確か、魔法使用でしたかな。 えー、アナスタシアとヘクトル組。あ、ゴル、これはゴルジオ。待ってますね。えっとね、ゴルジオ組ですね。この組僕好きです。185.39。レベル高いですね。レベル高い。そして、えー、従業員が、えー、ダリアとマイミ,ミ,ミカエルで、177.54ですね。そして、えー、ケリルカ、175.73。16番が、が、えー、ミラニアとフィリッポ、172.32。 17番目。バレンティナとマックシミリアーノ、169.37。ソフィアとアルテム、162.17ですね。19。アナスタシアとルカ、159.82。ルーリアとミカエル、159.15 15。ソフィアとリビオ、150.35。 22位、イザベラとアレクサンダー142.86、23番目、グレータとジョーン139.38、そして24位が、フェデリカとアレッサンドロ、チェコですね、136.02ということで、はい。優勝候補、優勝候補は期待を込めてリできルペアとステデーシーペアの一級主と予想、 うん、3位争いは GPF 優勝のドイツペアとイタリアのペアかな。米国は出場枠が3から2に減る恐れもあって、イタリアは出場枠が2から3に増えるかもと。女子はフリー進出は24名ですね。ペアに関しては僕もそう思います。ステデシトリクリューの一級力かなと。 思いますね。ステデシはもう完全にこれ勝つ気満々ですからね。でもリキュデューがここに来て一気にこういい演技するっていうこともあり得るんで分かんないですよね。で、ドイツペア、ドイツペアね、うん、あのペアも強いですけどもね、イタリアのペアもかなり強くなってるんで、グランプリファイナルも優勝したペアいましたからね、楽しみですね。アメリカは、え、まあ、エリダニがいい演技をすると点が伸びてくるんだと思うんですが、まあ、スロージャンプが苦手だと思うんで、 ね。うん。あの、ハンガリーのペアだったり、ね、技術は得意だったりするんでね、楽しみですよね。ちなみに、うん当たくさんのペアがたのあの楽しみな演技するんで、順位もそうですが、えー、演技も楽しみにしてますよ、僕は。中国のペアの魔法を使いの弟子だったりね、ね、えー、それ楽しみなんで、あのー、はい、見ていきたいと思いますが、うん。 でえー、女子はシフリー進出は24名で、えー、香里坂本が226.13、大本名だが、ルナヘンちゃんが要注意ですね。2、え、位、ー、がルナヘンドリックス、221.28、えー。3番目、モネチバ、214.98。4大陸並みの演技ができれば、大乗りの子。イザボー・レビト、208.15。アナスタシア・グバノバ20、206.52。 チャヨン・キム、キム・チヨンさんですね。204.68。7番目、ハヌヨシダ、203.97。8番目、ピンザローネ、202.29ですね。そして9番目、リビア・カイザー・スイス、194.72。10番目、リーナ・ペトロティナーさん、194.55。11番目、キミ・ーレポンド、191.94ですね。そして、ヘインちゃん。 191.10。13番目、ワデリン・シーザース、189.91。14番目、アンバー・グレン、189.63。ロリーヌ・シールドが183.86。エカテリーナ・クラコバ、181.98。17番目、U4。U4 ですね。181.80 18。そして18番がサリーナ・ヨース、1 8点8 3そして19番目、ネラ・ペルコネン、179.31。 20番目、マリーナセ・センニク、えー、175.75、えー。21番目、オルガ・ミクティナ、173.46、えー。そして22番、チー・ハン・チャン十、えー、171.87。23番目ジュ、ユリア・サウター、168.40。24番目、ナタリー・ランガー、ナタリーさんですね、165.85。で、25番目が、ジョゼフィン・タイガード。 スウェーデン165.0326番目、アナスタシア・ゴ、えー、デ,ディバさん163.7727番目がソフィア・ステペチェンコ157.6928番目、クリスティーナ・イザベルクリスティーナさん155.2829番目、リーナ・ポビー えー、154.05。30番目、アレクサンドラ・フェギンさん、153.04、えー。31番目、マネッサ、えー、152.59。32番目、メダさんですね。152.58。アナスタシャさんが146.62で、えー。ミアリサ・ゴメス、1 6 6 4 5そして最後、えー、エリスカ・ブレジノワ、チェコ、143.09で2 35位ということですね。なるほど。すごい数いますね。 24名までが、あれか、出れんのか。結構落ちちゃいますね。相当落ちいますね。いやー、どうなっちゃいますかね。すごい。皆さんほぼ知ってますよ、僕。ねええー、日本の3枠確保はまず大丈夫。えー、韓国のヒンちゃんは絶不調なんで、えー、枠確保が3から2減る恐れが濃厚。確かに。確かに。えー、米国も、えー、枠確保が3から2減る。 恐れが濃厚です。ベルギーは枠確保が2から3に増える可能性がない。エピンザロネちゃんの活躍に狩るということですね。確かに。その通りだった僕も思いますね。あの、ベルギー、はホビンっていうベルギーの女性がいますが、あの選手がね、まあ、昨年、一昨年のように出れればいいですよね。うん。はい、どうなりますかね。楽しみですね。僕もイザボー・レビトがちょっと今年本当に不調なんで、ま どうな4位なんですけど、まあ、どうなりますかね？っていう感じですよね？うん、あと吉田花選手も安定感がね。こうして後半ね。まあ疲れもあったりでね。まあ,あのあれですけど、どうなるかっていうところとかね。ピッツァとかねまあ、安定感ありますからね。どうなりますかね？まあ、回転不足は取れやすいってありますからね？ルアヘンちゃん、今回優勝する気ままですよ。 というのも、私が世界選手権で優勝して、ベルギーで世界選手権をやるんだって意気,込んで意気込んでおりますからね。うん。まあ、あの、ベルギーにで、やっぱ、こう、通年のリンクが本当なくて、あんまり、最近減ってきてるんですよ。だから、今それが問題になっていて、えーまあ、彼女は私が世界,チャ世界女王になって、えー、氷を,リン,クをあリンクを作るんだというふうにそう言っていて、まあ、かなり意気込みをかけてますからね。 うんそうなんですよ。はい。まあ、ね、うん。そうですね、千葉さんがここに来てすごいですよね。この前シーズンの本当に全日本選手権からのすごいですね、4大陸間を優勝するっていうね、すごいですよね。はい。もうね、千葉さんがどの順位入るのかというところで楽しみです。 で、あとはピ、ペトロキナさんがね、まあやっぱちょっとまだね、えー、怪我の影響とか残ってるのかなって思うので、まぁ、あ、ちょっとわかんないですけどね。まあペルコネンさん、ね、フィンランドのペルコネンかなが、まあミスが欧州選手がいっぱいあったんで、まあちょっと権利はしてますけどね。韓国がヘインちゃんとユヨンカと、あと、あれか、えっと、えー、キムチオンさんですね。まあチヨンがいい演技する、まあ、かなり順位上げてくるとは思いますけど、まあヘインちゃんね、曲変えてますからね。 ショートは、あのー、個人的に素敵なあなたよりも前の方が良かったかなって僕はちょっと思ってます。うん。アンバーグね,ね、全米女王になりましたし、ね。うん、クラコバちゃんがまさかの欧州選手権ね、えー、ショートを打ちしましたからね、どういう対策をしてきてるのかっていうところですね。で、さりない様子は安定感ありますよね。まあ、最近イタリアは、まあ、彼女はスイスかイタリアということなんでね、あれですけど、まあ、あの、結構、 えっと、イタリアの選手は爆走してジャンプ大崩れするタイプが多いですが、まあ、このサリナ要素は、まあ、スイスから来たちゃってこともあってか、まあ、非常にこう、安定感はあるのかなって思うんで、まあ、楽しみですね。まあ、ティーハン・チャングも楽しみだし、うん。結構皆さん、レベル高い戦いなりそうですね。で、この辺はジュリアだったり、ジュリア勢だったりもいるのかっていう感じですかね。はい。ということで、楽しみですね。うん。 まあ、多分、ピッツァは行けそうな気がしますね。なんとなく、ピッツァも今かなり、ね。まあ、ピッツァと、まあ、あの、ヘンドリックスは、ほんと宿命のライバルですね。まあ、まさに宿命と言ってもいいかなっていう感じしますからね。はい。楽しみです。